風子。あ、今いっちゃんにも報告してたんだ。私たちは無事に学園を卒業できますって。やっと終わったんだね。この1年間辛いことや悲しいこといろいろあったけど、全部いい思い出だよ。刻印が現れないで故郷にいたら、私ずっと平凡なままで終わってたと思う。あなたともいっちゃんとも会えずに普通のまま。まあ今もちょっと水泳が得意なだけの普通な感じだけどね。どうも。え？ああ、な、い、言うの遅くないかな。そう思ってたならもっと早く言ってよ。もう、すまない。何かな。急に改まっちゃって。風子。本当？ああ。大切にしてくれる？うん。この先どんなことがあっても私を好きでいてくれる？ああ。喜んで。私たち幸せになろうね。それがこの戦いに生き残った私たちができる全てのことだから、全力で幸せになろうね。じゃあ行こっか。はい、手を握って。これで私たちただのクラスメイトは卒業だからね。私をあなたの一番大切な女の子にしてください。それから数年後、私たちは一人の女の子を授かり、その子にイサナと名付けた。ほらいっちゃん、顔を水につけてごらん。怖いよ。大丈夫。いっちゃんの名前は勇ましい魚って意味で、イサナって言うんだよ。いつか魚みたいに自由にどこまでも泳げるようになっちゃうんだから。ふーちゃん、本当？本当本当。それまでは私とパパでちゃんと教えてあげるからね。ねえパパ。彼の温かい眼差しに見守られながら、私は今の幸せを全力で噛みしめる。それは他の誰でもない私だけの特別な思いだ。それを忘れない限り、私は誰かにとっての特別になれる。人は皆恋をして特別になり、幸せを紡いでいく生き物なのだ。私は彼と出会い、そんなことを強く思うようになった。お掃除もこれでよしっと。オンボロアパートさん、1年間お世話になりました。それじゃあさよならです。エリー。先輩。やっぱり寂しくなっちゃうんで、このまま立ち去ろうと思ってました。え？これ以上先輩に会うと決心鈍っちゃいそうだったんで、このまま会わずにグレーシアに戻ろうかと。そうか。え？何を言ってるんですか先輩。ああ、そんな死人でもない先輩がグレーシアで働けるはずないじゃないですか。
ういう風の吹き回しでしょう。お腹でも壊したんですかね。ふわあ、ルーシアはそういうところがあります。飴玉一個でもきっちり返してくる性格ですから。うん。でも先輩、グレッシャの仕事は、その、ああ、分かってるなら先輩はもっとちゃんとしたお仕事に。エリー、ああ、私でいいんですか？そうじゃない。ありがとうございます先輩。私この学園に来て本当に良かったです。よし。先輩、私先輩のこと大好きです。本当は同じくらい先輩に私のこと大好きになってもらいたかった。でもずっとそれが言えなくて迷惑だって思ってたから。でも言います。先輩、これからは私のこともっと好きになってください。私ももっともっと先輩のこと大好きになります。だから先輩大好きです。ああ、二人で卒業式を迎えた私たちは、その後、グレイシアに旅立った。そして再び、私は先輩とお仕事をする日々に追われている。えへへ、お仕事も一段落ですね。私、もうトガビトを退治すること迷いません。ずっと心の中で、悪いことしてるんだなって引っかかってたんですけど、私、どんな時も先輩の味方でいたいんです。合ってるとか間違ってるとかじゃなく、そうすることが私にとっての正義だと決めたんです。だから私はもう迷いませんよ。お仕事が終わった後はこうして先輩とイチャイチャだってしちゃいます。はぁ、先輩の匂い、くんかくんか、やっぱりいい匂いですね。お仕事で力を使った後はこれに限っちゃいます。はあ、いいんです。グレイシアに戻ったらもっとイチャイチャしちゃいます。覚悟してくださいね。警告です。付近にトガビトの結界を感知、探索モードに移行します。先輩、またお仕事です。イチャイチャするのはもう少し先みたいですね。ああ、了解です。こんな感じで私たちのお仕事の日々はまだまだ続きそうだ。喜びも苦しみも悲しみも分かち合いながら、この先もずっと先輩と一緒に、それがたとえトガビト退治の日々であっても、私は断言する。二人は今、幸せなのだ、と。ナリカ。ああ。はい。
あなたは。うん？その一緒に参加する相手はもう決めているんですか？ああ、やっぱりそうなんですね。でしたらこんなところにいる場合じゃないですよ。早く意中の女性のところに行ってあげてください。うん。え、あのさ、こんな私でいいんですか？本当に？ああ、ありがとうございます。私とても嬉しいです。よし、あの、ちょっと待ってください。私着替えてきますから。うん、はい、ここで待っていてください。お待たせしました。うわ、あの、似合ってますか？あなたに見てもらいたくて何週間も徹夜して作ったんです。ああ。これってそんなに大胆ですか？あ、私可愛いと思って作ったんですけど。あ、マリカ先輩、すっごい大胆。さすが私の憧れの先輩ですね。なんだか急に恥ずかしくなってきました。どうしよう、着替えてきた方がいいでしょうか？いや、え、ああ、はい、もう恥ずかしくないです。今夜はこうしてずっと抱きしめていてくださいね。アナザーテラ生徒学園の卒業生代表として私は以下の提案をいたします。ナリカ先輩、かっこいい。何よりもあの胸元が素晴らしい。は？いや、何でもないぞ。以上が私の提案です。うん、弾けるのは当然だよ。クロエちゃん、卒業したらもうライブはやらないの？あ、クロエちゃんの歌みんな大好きだったのに。でもクロエちゃんはもうまれびとさんだけのものだもんね。そうだね。あ、何？ああ、受精の祭典抜け出しちゃうの？うん、うんうん、君がそう言うなら大賛成だよ。だったら私行きたいところがあったんだ。付き合ってくれる？え？いいから早く中に入ろう。じゃーん、どう？似合ってる？これは学園の制服だよ。ほら、私って飛び級で先生になったじゃない。学生の制服着てたのってほんの少しの間だけだったんだ。だからね、生徒のみんながずっと羨ましくって、例
戦いが終わったら絶対にまた来てやるって固く誓ってたんだよ。それでどう？似合ってるかな？ああ。よかった。よし、今日は徹夜で歌いまくるぞ。君だけのためにね。あのさ、え？そうなのか？それは、いや、うん、さすが、君は何でもお見通しだね。ありがとう、大好きだよ。これからもずっと。でもね、今だけは君のために歌わせて。ん？うん、アカペラだからね。私が作詞作曲したの。お、心を込めて歌うから聞いてね。タイトルは君しか見えない。行ってみよう。セリナ。お、本当に誘いに来てくれたんだ。来てくれないんじゃないかと思ってた。え？だってうち、あんたにまだちゃんと言ってない。変身を助けてくれたお礼とか、うちの料理おいしいって言ってくれたお礼とか、うちの気持ちとか、まだ全然ちゃんと伝えてないよ。だからもう一回変身させて。大人の姿になれば勇気出ると思うから。だから最後にもう一度だけ変身させて。わかった。じゃあ目を閉じてて、魔法の呪文を唱えるから。ああ。うん。え？あんたがそばにいればこうして大人になれるから。だからうちにはもう魔法の呪文はいらないみたい。セリナ。これからうちと何回でもしてよね。大人になりたくなった時はこうして何度も。じゃあ行こっか。ほら、じゃあ手をつないで。ああ。何？セリナ。うちも、あんたのことが、好き。今のうちをちゃんと受け止めてくれた。あんたが大好き。あんたはうちが初めて好きになった初恋の人だよ。うちは絶対初恋の人と結ばれるってずっと決めてた。ついに実っちゃった、うちの初恋。ずっと実ったままでいさせてちょうだいね。学園がなくなったあの日から3ヶ月、結局うちとあいつが何をしているかというと。あんたさ、故郷とかに帰らなくていいわけ？しっかりここに住み着いちゃってるけど。ん？迷惑なんかじゃないわよ。むしろお店を手伝ってくれて助かってるし。ほら、
お姉ちゃんは遊園地の園長になっちゃったでしょ。うち一人じゃこのお店やってける自信なかったもん。ああ。いいんじゃない。もうずっとこのお店にいれば、あんたのご飯くらい毎日うちが作ってあげるわよ。明日も明後日もその後もずっとうちが作ってあげるわ。通り。どうしたの？顔が赤いけど体調が悪い？風邪薬いる？あのさ、もちろん忘れるわけない。私とあなたは一緒に受精の祭典に参加するよ。遅いな、まだかなってずっと待ってたんだよ。ありがとう。うむ、きっと今度は大丈夫。あなたが一緒にいてくれるから。早速準備に取り掛かるよ。皆さん、受精の祭典は楽しんでいらっしゃいますか？縁も竹縄ですが、ここで皆さんに素敵なショーをご披露したいと思います。マラビトさん、トーリさん、よろしくお願いします。工作室の倉庫が開き始めたわよ。一体何が始まるんだ。後ろの席の調子はどう？平気だ。あなたのエーテルを使って私の星の力を増幅させるのはすごいアイデア。うん。だけど二人揃わないと飛べない。これが重要。ああ。姿を現したのはお二人による共同制作、愛のコウノトリ1号です。愛のコウノトリだって、なんかラブラブって感じじゃない？うらやましいな。なんか言った？いや。うみゅ、飛ぶ。飛びました。愛のコウノトリ1号、見事な飛翔です。すごいわ、あんな巨大な飛行機が軽々と浮くなんて。しかもエンジンなしだろ、すげえよ。さすが S ランクのトーリさんとマレビトの最強ペアだわ。飛行機はすでに高所の高さを超えました。一体どこまで駆け上るんでしょう。鳥だ、ついに私鳥になったよ。よし、良い。この良いは星3つくらい。ううん、星10個は硬い。風がとっても気持ちいいよ。これで私たちはどこまでもどこまでも飛んでいけるね。ああ。よーし、進路を南に。あの幸せの青い星に向かって進むよ。うん。フィーネ。うん。今日は絶好の写真日和です。それで皆さんの写真を撮る準備をしていました。でも寂しいですね、この学園がなくなってしまうなんて。そうだな。私もそう思います。その思い出を一つでも多く残す気持ちで今日は写真に臨みたいと思います。よし、
お、これがあなたとの本当に最後の高額の活動ですね。協力してもらえますか？ああ。 いえ、もう私専門でなくても、これからはあなたの撮りたい写真を自由に撮ってほしいです。あなたが本当に撮りたい写真を撮って、卒業した後も私に送ってもらえれば嬉しいかなと。え？ああ。え、いや、でもあなたは自分の故郷に帰るのでは？しかし今ずっと私のそばにいたいと。ということなのでしょう。フィーネ、すみません、私今嬉しくて涙が出そうでして、確かカバンにティッシュが。ああ、マレビト殿。いや、うん、あなたのことが好きです。ずっとそばであなたのことを好きでいさせてほしい。私はあなたのことを愛しています。ああ、います。ダメだと言われても許しません。よし、写真は後にしてください。仲間たちがあなたに会いたいと待っているのですよ。私のお父さんとお母さんも待っています。何を言っているのですか？その結婚してくれるんですよね？ああ、なぜ今どもったのですか？違う。はあ、魔物と戦っている時とは大違いです。まあそんなあなたも大好きなのですが。お、フィーネが天使を連れて帰ってきやがった。おい、こっちだ。みんな揃ってんぞ。あ、仲間たちです。さあ早く行きましょう。こうして私たちは仲間に迎えられ、その日のうちにささやかな結婚式を挙げた。その後どうするかはまだ決めていない。ただ一つ分かっているのは、これからも私は彼と一緒に写真を撮り続けるということだ。彼が私のそばにいて、いつでも写真を撮ってくれている。そう思うだけで私は以前よりほんの少しだけ寂しがり屋ではなくなった。きっと世の中の誰にでもそういう人が必ずいて、いつか出会うのを待っている。寂しいと思う心はそういう人に巡り合うための神様がくれた贈り物なのだ。私は彼と出会い、そんなことを思うようになった。なんてことだ。参った。今日は受精の祭典だね。あ、そうですね。マレビト君、
誰を祭典に誘うんだろうね。ドキドキ、とても気になるよ。ですよね、気になります。まあうちじゃないのは確かだと思うけど。なぜそう思うのですか？なぜって、そりゃあいつの考えてることなんか本当のところはわかんないけどさ。うん、わかんないよね。だから私自分から誘ったよ、彼を受精の祭典に。私も実は誘ったんだ。うマジで。白状するとね、私もだよ。私もです。うん、私も。すみません、本当は私も。んじゃあうちも。え、それじゃあみんな彼を祭典に誘っちゃったの？はあ、びっくりだね。あいつ誰を選ぶのかな。選ばれない人かわいそうだよ。でも彼は悪くありません。誘っているのはこちらですし。お互い嫌なこと聞いちゃったね。本当は知ってました。彼は普段私以外の人とも仲良くしてるなって。でもそれは絆を深めて強い星の子を。だから仕方ないって自分に言い聞かせてました。そうですよね。もともと彼が親切だったのは使命のためだったのかもしれません。みんな本当にそう思ってる？本当に彼がそれだけの理由で私たちと接してきたってそう思えるのかな？なわけないじゃん。はい、そんな人じゃないです。だよね。ですね。だよ。はい。もうこうなったら誰が選ばれたとしても恨みっこなしだよ。でも困りました。それでも私はあの人に選ばれたいです。でもみんなに告られておじけづいてるかも。大丈夫、彼は逃げないよ。そろそろ祭典に参加するなら準備しなければならない時間です。あいつみんながここに集まってるのは知ってるんだよね。来るよね。きっと来るよ。もう覚悟はできてるから。こうして祭典に行く準備もできてます。あとはあなたが選んでくれるのを待つだけです。祭典に参加したいのはみんな一緒だけど。こればかりは女同士の戦いですから。あなたの一言で勝者が決まるよ。さあ誰を選ぶのかな。まさか全員なんて言わないよね。はあ、全員でみんなの故郷を巡るっていうのも実際に始めてみるとなかなか楽しいね。でも孤島がご実家のセリナ殿にとってはあまり意味のない旅かもしれませんね。あれ、それってうちにはこの旅についてくる資格がないってこと？
まさか、そういう意味ではないですよ。本当か？はいはい、もうそういう喧嘩はなしだよ。それに、私たちとカラのことはもう、ここにいる全員が納得しているんです。そうだよ。それに旅はみんなでワイワイ行く方が楽しいしね。うーん、ワクワクが止まらないよ。クロエ先生の故郷が見えてきましたよ。懐かしい。みんな元気かな？あの、ご迷惑をおかけしますが、例の件もお願いしますね。わかってる、トガビトッショ。私の故郷にそんなのが潜んでるなんて放っておけないもんね。故郷巡りとトガビト退治、一石二鳥だね。この剣を平和のために震えるならお安い御用です。じゃあ運転手さん、安全運転でよろしく頼むね。ああ、よし。お前さ、受精の祭典に誰も誘わなかったのはともかくだ、どうして俺とルーチェのデートにくっついてきたんだよ。お前は空気を読むって言葉を知らないのか。今日は俺とルーチェのだな、2回目のデートなんだぞ。もしいい雰囲気になったら今日こそ告白しようと思ってたんだ。え？確かに俺は彼女の心の傷を癒せる立場になれたかもしれねえけど、そっちの方はまだまだこれからだ。すまない。まあ祭典の後は授業もなくなって、俺たちもなかなか会う機会がなくなっちまったからな。黒粒くん、二人で何話しているの？男同士、私は仲間外れなのかな。あ、まさか。すまん。え、そうなんですか？ああ、そっか。黒粒くん、残念だね。ああ、残念だな。じゃあ、ああ、うん、また。ちょっと待てよ。なんだ？その用事、本当に今日じゃないとダメなのか？え？今日はせっかく集まったんだし、やっぱ3人で行きたいっていうか、そんな用事こそ今度にしちゃえよ。黒継ぐ？俺もお前と遊びてって言ってんだ。そうだな。よっしゃ、今日は歌いまくるぜ。黒継ぐくん、なんだ？もしよかったら一緒に歌ってくれる？もちろん、いくらでもデュエットするぜ。